二台のピアノのための競奏曲は、イーゴリ・ストラビンスキーが1931年から1935年にかけて作曲した二台のピアノのための楽曲。競奏曲という台がついているが、実際にはピアノ二重奏曲である。バイオリンとピアノのための競争的二重奏曲と同様、ストラビンスキーは還元楽を必要としないピアノ競奏曲を書こうとした。 作曲を始めたのは、競争的に重奏曲よりも早く、バイオリン競争曲を書いた後の1931年秋に、ボレップで第一楽章を書き上げたが、その後しばらく放置された。パリに移った1934年に再開し、翌1935年11月9日に完成した。この競争曲はストラビンスキーが1934年6月に、 フランス市民権を得た後に最初に完成した曲だった。作曲のために2台のピアノを向き合わせにつなげた専用のピアノをプレーエール社に注文し、息子のスリマと共に実際の音を確認しながら作曲したという。1935年11月21日、パリのサルガボーにおいて作曲家自身と次男のスリマストラビンスキーによって上演された。その後、 ストラビンスキー親子は、頻繁に演奏旅行を行ってこの曲を演奏した。コンモート・ノットルノ・アレグレット4つの、変奏曲、前奏曲と風が第3楽章の各、変奏曲、及び、第3楽章と第4楽章は続けて演奏される。演奏時間は、約20分。ストラビンスキーはこの曲について、公共的作品であり、公共曲として作曲することも、 可能だったろうと言っている。また、作曲にあたって、変奏曲については、ベートーベンやブラームスの風がについては、ベートーベンの作品を研究した。初案は、ストラビンスキーの古典様式の一つの頂点とする。二台のピアノからなる音響は、非常に厚く、また同音を連続して叩いているため、ホワイトは、ピアノらのための練習曲を思わせるといい。初案は、 スインバロムの響きに着想を得たようだという。第1楽章は補単調で、そなた形式ではないものの、主題提示部と再現部を持っている。16分音符による動音の連打が、曲の大部分で使用されている。第2楽章は、都庁長の愛らしい感情楽章である。第3楽章は、主題の提示なしの4つの変装曲で、第4楽章と主題が共通している。 ホワイトは走行を調べた上で、本来は、第三楽章と第四楽章の順序が逆だったとしている。第四楽章はやはり同音反復に支えられた四世の風雅であり、途中から逆光風雅になった後、分厚い和音で終わる。ありがとうございます。